あの生きてる動物見ます。すいませんけど。せっかく動物園来たんだ。うん。でも結構なんか角度というか反り具合すごいけど。確かに。うん。一応近くでサイズ確認してみた。何なんですかそれ。右だ。右。本当だ。確かに右。あ、右反ってますね。右に反ってる。ええー。どうぞ。ケンのよりは大きいです。ちょっと近くで。じゃあみんなで象の前でポーズ取るか。あ、そうっすね。確かに。こういう記念写真みたいな思い出になるから。確かに。いいですね。なんか嫌なんですけど。りなちゃんは？りなちゃんは？ちょっとりなちゃんのちょっとちっちゃくない？なんか。一人で撮ってみる？りなちゃんじゃ。確かに。りなちゃん一人なの、うん、これ。せっかくの思い出だ。もうちょっと右、うん、よく見てますねけど最後だけ左になってんだよね。最後だけ左になっていいですよ。うん、いいですか、うん、もういいですって。だから見ましょう。いやちょっとね、はい、お腹すいたね。あ、お腹空きましたけど何？ちょっと待ってこれ何ですか。これ怖いんですけど。え、何これ。何、しかも動いちゃってるの。ちょっと動いちゃってる。何これ、何ですか。今回は、彼女なら彼氏の指を当てられるんじゃないかっていう。ほう、なるほどね。当然当てられるんじゃないかっていう。彼氏がいるってことですか。彼氏の指を当てられるんじゃないかっていう。本当に彼氏ですか。いける、自信ある、自信ある、彼氏の指、指をお出ししてください。何？ちょっと無理かも、ビジュアルが。落ちない。やだ、何これ。何？ちょっと重い。帰りたいかもしれない。ね、いや、私これ一回経験したことあるんだけど。なんでですか？触るっていうのが割とキーマンだったりするから。うん、そうですね、ちょっと早く触っていただいていいですか。ちょっとすいません、腕がしんどいと。じゃあ触ります。すいません。あったかい。あったかい、ね、なんか触ったら形変わったんですけど。何なんですか。どういうことですか。そういう仕様いらないです。すごいな。触ったらすごい。どうでした。なんか戻っちゃった。戻っちゃった。いや、あったかかったです。あったかかったですか。はい。元気にやめてあげてください。撮影してんだから。すごい元気でしょ。こっち。なに。何これ。どうでした。いや、なんで動かすんですかね。いや、指です。動かさなくていいですから、触られるに徹してもらえませんか。いつもの動かし方ですか。いや、知らないです。別にこうやって触ったことないんで、相方の指を。うわ。気持ち悪い、何。おい、撮影中だぞ。ちょっとあの撮影中、ちゃんと後ろ。どっちがいい。じゃあ逆にどっちがいい。でもなんかこっちの方がなんか綺麗ですね。なんか若干これ、左ちょっと洗ったらこっちって感じ。右より左の方が洗った方、はい、じゃあ正解発表したいと思います。はい、りなちゃんの彼氏どうぞ。ちょっとりなちゃん、あの彼氏じゃないんですよ、そもそもこの人。ちょっとおめじゃない方選んでなかった。すごい、なんかこうそうでしたけど。なんで全然分かんなかったの。いや、わかんないですよ。指はこんな見たことないんで。ちょっとショックだな、さすがに。ショックですかね、それ別に。ってことはじゃあ、はい、斉藤さんの相方は。そうか。うわぁ。うわぁ、こっちだった。うわぁ、急に。こっち悪いんだよ、なんか。このシステムじゃなくていいんじゃない。なんかちょっと、なんか見えない分、ここの位置にあるのやだな。ちょっと、いいっすかね、早速。うん、あ、ぜひ、まあ、ちょっと、ごめん、うん、はい、ちょっと今回は、はい、そのまあ俺たちさ、結構最近マンネリ化してきてるじゃん。マンネリ化ってどういうことですか。動画がやってることが同じみたいなことですか、ずっと。まあ、なんだろう、その長い期間ずっと一緒にいるから、その関係とかさ、はい、いろいろ含めて、ちょっとこう、なんかマンネリ化、マンネリ化、うん、まあ、できるなと思うんで、そうですかね、まあまあ、はい。
ちょっと今回はそのスワッピング、何それっていうのをちょっとしてみたいなと思って。スワッピング、うん、そうです、うん、パートナー交換っていうか、パートナー交換、うん、え、うん、どういうこと。え、パートナー、まあ、一生っていうわけではないから、そうそうそう、うん、その何日間で、何日間か、うん、その何日間にするかっていう、何日間も長くないですか、うん、え、知らない、知らない、聞いたことないです。何それ、スワッピング知らない、知ってる人います、そんなこと。グランピングじゃないよ。思ってないです、グランピング。全然違くないで、ね、グランピングではないよ。簡単に説明すると、はい、そのカップルがいるじゃん、はいはい、カップルでその、うん、性行為とかマンネリ化してきちゃった人たちが、うん、そのパートナーを別のカップルの人と交換して、うん、あのやば、そういうことをし合うっていう、うん、え、やばすぎません、さすがに。いやでも、まあ、うん、あの僕たちとしては、うん、まあ、その交換するだけしてちょっとの期間生活するっていう、うちらはそのスワッピングしても性行為まではしないっていう風にしてるから、うんうん、過ごしている、まあ、さすがにそれは過ごすのも嫌ですけど、え、気まずくないですか。いや、気まずいとかはもうないよ、うん、ないですか。もうない、うん、え、気まずいとかは、え、もうないって、でも初めて過ごすじゃないですか、なんかもうとかなくないですか、うん、いや、あの話したんだけど、そのいろんな方たちとスワッピング、うん、あ、そういうこと、あ、あ、そうそうそう、あ、そうね、結構、なんかベテランのスワッピング、うん、スワッピングが、うんうん、スワッピングがしまくるとそんな感じになるんですか、うん、達人ではあるかな、うん、まあ、だからちょっと試しにちょっと席だけ入れ替わってみる。そう、確かに、うん、どんな雰囲気になるのか、うんうんうん、そう、だから一番恐れてるのはセックスでしょ、うんうんうん、いや、まあ、はい、ないから、ないから、そうだね、そう、そう、そう、そこは安心して、そこになんか、うん、そのセックス、セックスって言われるのもちょっとなんか嫌だし、セックスはね、俺とだけだから、うん、大丈夫だからね、うん、なんかすごいニューワールドな感じ、うん、あ、もう、うん、早くないですか、うん、じゃあ、うん、スタート、うん、え、もうですか、じゃあ早速いいですか、え、なんですか、スタートで、じゃあスタートで、じゃあ今日から2日間、はい、よろしくお願いします。え、なんかお願いします、お願いします、お願いします、はい、なんで、まあ、なんか緊張するな、確かに結構軽く、そう、あの、うん、楽しめるよ、セックスしないって言ったけど、嫌じゃないですか、うん、する、え、本当はする、変えた後に言うんですか、は、始まった後に言うんですか、それ、まあ、したくないです、建前は、うん、そうか、今、そっか、りなちゃんがやだ、他の人とセックスするのか、うん、逆にここでやるのがいいの、え、全然いいんですけど、いいんですか、あなたが、え、いや、そんなに、うん、もう私は全然もう、うん、うん、え、女の人ってリスクあるんですよ、うん、それは男の人は、こっちってリスクあるんだからね、いや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 、やるって思った時に湧いた感情を大事にした方がいいと思う、うん、そうだと思う、あと、うん、まあ、こことやった時に湧いた感情も大事にしてほしい、できるわ、できるわ、忘れないでほしい